ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。活動を長期休止されているモノノベアリスさんに関する話題です。アリスさんは、Twitter は2024年3月30日を最後に動かしていません。メンバー限定配信は7月26日に突発的にされているみたいです。そんなアリスさんですが、10月26日に予定されていたファントークイベントが中止になったと、楽天チケットから当選者にメールでお知らせされているようです。アップロードされているメール文の内容としては、2次ファントークボリューム4のモノノベアリス当選者にメールしている。10月26日に開催予定だった同イベントは、諸般の事情により中止するというものでした。このメール自体は、楽天チケットが18日金曜日の午後3時に送ったもののようですが、19日土曜日18時現在、二次三次公式ツイッターや二次三次ファンクラブでは何も触れていないようです。週末は忙しいからね、仕方ないね。あるいは、このまま二次三次からは発表しないつもりかもな。アリスさん、休止理由を公表されないまま休止されていますが、体調とかは大丈夫なんでしょうか？以上、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。